津軽童話無料区間になってたんですね。無料提供中と書いてます。まあまあ乗らなくても良かったですけどね。そしてこちら、すさまじく長い直線、これ北海道だとめっちゃ長い道路ありますよね。いやー、ものすごくこちらの道路も長かったです。もう早送りしてこんな感じですからね。そして今これはむつ市に向かってます。インスタグラムで知り合った方がいまして、その方のお風呂に行きたいなということで、初めてお会いしてきます。この方も車中泊仕様に軽自動車をされてまして、あとでね、まあ、これの次の動画ぐらいで、その想像でする美しい景色をお見せいたします。まあ、そんなことで、このまま最北端へ、ゴー！あそこに行くんか、俺は。今、浜名瀬ラインっていうとこですね。で、大間崎。大間のマグロですわ、大間のマグロ。さあ、大間まで、あと34キロですね。あと、そうそう、ここの海も最高に綺麗かったです。それと、青森の人、めちゃくちゃ速度出しますね。バンバン抜かれましたわ。どこで抜くねんっていうぐらいのとこでね、バンバン抜かれました。スピード強が多いですよ、この街は。そう、16キロで、最北端ですわ。距離はね、1462キロ、今走ってますね。完全なる下道で来ましたよ。完全なる下道で。で、ちょっとね、なんか、工事が多いですね。大間崎、おー、見えてきましたよ。やばいですわ。え、これも？あれ？間違えた俺。間違えちゃったよ。そして最北端、最北の地へ到着しました。いやー、もうこの時は感動しましたね。この時点で、まあちょっとうろちょろはしてますけど、1468キロぐらい走ってますね。いやー、なかなかの遠さでした。関西から実に1468キロ。で、後でこちらで、写真を撮ったりとかしようと思ってます。北海道と違うかい？ああ、北海道か。強いですね。
響ける。すごい。はい、フェリー乗っちゃいましょう。フェリー乗っちゃいましたよ。もうすぐ出発しました。もうすぐ。できたよ。上はびしょびしょですわ。最初に踏んだのがここっていうね。
列車だ。ワイの北海道の旅は終わった。帰ってきましたよ。北海道旅行、たった40分の。まあ、実質5分でしたけどね。一酸化炭素中毒になりますからね。ちょっと待ちます。ご用意していただいた発売の社長の方の、まあ、思い入れのある自社、ここはとっておきだよっていう環境の自社が一冊税抜きで1500円すると3万円くらいになります。それではいただきます。ついに最初の地に最後の地に。そう、写真の撮り直しですわ。天気が悪かったじゃないですか。青空でやっぱ撮りたいなと思って、また20キロ戻ってきたんですよ。じゃあ、やっぱりキレく撮れたんで、やっぱ良かったです。最後の地。天気変わっただけ。最後の地にさよなら。ということで、今から温泉の方へ行きたいと思います。おー、なんだこの岩。綺麗な朝日じゃ。あそこに見えるのが北海道ですわ。北海道、いやー泥だらけになりながらよく頑張ったよこのトレーラーも。バムちゃんもどうもこんにちは。はい、というわけで
もうちょっとで、インスタグラムの方で連絡をくださった、音声の方のとこに行きたいと思います。もうコインランドリーもしましたし、もうあとは、帰りですね。で、まあもしかしたらちょっと東京周りで帰るかもしれないですね。東北の方回ってね、復興状態もちょっと見たいなと思ってたんですよ。なのでそれをちょっと確認して、まあ大船渡地に行っておじさんたちにもちょっと久しぶりに会ってみたいなと思って、そういうのもちょっと考えてます。まあそんなことで、温泉行きます。そしてお風呂の方に向かってます。インスタグラムで出会った人のところに行くんですけど、まあここがまた綺麗なとこでしたわ。もうすっごくここは気持ちが良かったですね。青森やばいですわ、景色が。あ、そう、素人には暑すぎて入れられませんでしたよ。というのは、なんか漁師ぐらいしか入れないって聞いたんですよ、昔ね。やっぱりほんまでしたね。なんか素人用は42度で露天風呂らしいです。ぬるいって言っても44度あるんで、入った瞬間、飛び上がった瞬間、近くのおじさんが爆笑しましたわ。そりゃ声出るでしょっていうぐらい暑かったです。暑い、46度ですからね。すごい、森林のすごいよ。すごいすごい。そして尻上がき向かってます。ここなんかすっごいやばかったんですよ。切れすぎてもう声出ましたからね。いやー、ここぜひ行ってほしいですわ。ここは観光もう過去最高一番というぐらい切れ方です。いやー、やばいですわ。そしてここはシリア灯台、有名みたいですね。とにかく広大で、もう見渡す限り360度がもう景色って感じなんですよ。なんかもう美しさが半端なくて、もう感動すら覚えましたよ。そして向こう側に見える船、岩場が見えるじゃないですか。この辺近寄ったら船座礁するらしいですよ。なので、目印が置いてあるみたいです。この映える灯台とのコンソール、ちょっとよくわかんないですね。噛んだんでやめときます。いやー、風が弱かったら今日ここ登れとったんですよ。でも登れなかったんですよ。むちゃくちゃ残念でしたわ。ここ登りたかったんですよ。そしたら上から360度回転しながら撮りたかったんですよね、動画。いやー、叶わなかったですわ。カラスが可愛い。カラスじゃないですね、海の鳥です。これの温度と130段ぐらいあるんですけど、会社したらもう一応できるんですよ。じゃあこっちで修正する。そうそうそうです。で、これでこう。そうです。あとはもう微調整だけです。逆になっちゃった。いや、いい感じですよね。うん。こっちか。こっちとかこっち。
うん、いい感じですよ。まっすぐなんです。うん、もうめちゃめちゃうまいですよ。感覚あるしちょっとないですけど。いや、もう。そう、森川さん、めちゃめちゃすごかったですわ。元自衛隊員らしいんですよ。で、めっちゃいろんなヘリコプターとか乗れるらしいですよ。やっぱ勘のいい人はすごいですね。地理のレクチャー受けてます。っていうと、あそこが太平洋の境目で、そこから左へ入ってくると、津軽海峡なんですよ。シリア岬はこの先端からずっと十何マイルまでが浅瀬なんですよ。そうなんだ。だからここから入ってきたら船座礁するようなそういうのも含めて大型の。そういうことですか。ここから見るとほら岩場が見える。あ、見えます、ね。この線上がずっとシリア岬なんですよ。へえ。だからあそこから中に入ってきたら何ていうの。降りるそう勉強になりました。ほんまに、この灯台の右側が太平洋、左側が日本海らしいです。すごいですね。そう、ここもめちゃめちゃ綺麗かったです。青森やばいですわ。ほんまに感動しました。はい、この左側が砂丘らしいんですよ。で、日本で一番でかい砂丘は人が入れる砂丘では鳥取砂丘らしいんですけど、人が入れない自衛隊さんが使ってるこの砂丘は、日本一広いみたいです。すごいいい景色。そうなんですか。で、事故したから特徴が胴体がでかくて。でかいですね。体がでかい。北海道のバンバと同じような、めっちゃ太いですね。あそこまで行きますね。はい、フォートンビレッジっていう時にその昔の石川は有名なんですけど。あ、そうですか。かわいい。めっちゃ可愛いですね。あ、もうすぐお別れですね。本当にこれまでありがとうございました。ありがとうございました。森川さん、どうもありがとうございました。もうめちゃくちゃ親切にしていただいて、まあ嬉しかったです。そして今から岩手県へ向かいます。岩手は三陸ですね。そこを向かって復興状態を見たいなと思いました。そしてね、次回また出るんですけど、魚買ってしまったんですよ。それどこで捌くんだって話でね。まあそういうのも動画にしていくと面白いと思うんで、やっていきます。というわけで皆さんありがとうございました。